平成22年8月28日、菅総理は福岡県を訪問し、円高による企業・工場の海外輸出問題の実態を把握するため、北九州市内の LED チップ工場、リチウムイオン電池電極工場を視察しました。はじめに、LED チップ工場では、LED チップ製造ラインの施設などを視察しました。次に、リチウムイオン電池電極工場では、施設を見学しました。その後、経営者や工場関係者の方々と意見交換を行いました。まあ、今日は本当に季節してといいましょうか、まあ、オバマさんとは仲良くはしてるんですが、この分野ではですね、競い合う形で、ちょうど去年の9月の政権交代の直後に、緊急の経済対策を求めまして、最後のところでやはりこの低酸素立地の補助金をつけようということで、ある程度の規模の一応それをつけさせていただきました。今日それを実際に使われて、これだけのですね、皆さんがこういう効果があったということを言っていただくのは、私にとっても大変嬉しいことでありますと同時に、これから の本当にこの財政を司るものとしてですね、やっぱり効果のあるところには多少リスクがあっても財政をつけると、やっぱり日本の経済を成長させる、そして雇用を増や国内雇用を増やすためには、それに最重点を置いて来年度の予算を組みたいということで。視察を終えた菅総理は記者団の質問に、昨日は大田区、東京大田区の2つの中小企業を視察をしました。で、今日はこの北九州にやってきまして、東芝の工場と、そしてこのリチウムの電池の素材を作っているこの戸田工業と、2つの工場を見せていただいた上に、特に私が副総理の時に、緊急経済対策として、低炭素に関わる企業の国内立地を促進するための補助金を作りましたけれども、その補助金を使って国内立地を進めているこの戸田工業、そして東芝を含めたこの北九州や山口県の企業の経営者の皆さんにお集めをいただいて、1時間余り話を聞くことができました。まあ、その中には私のもう十数年前に亡くなった父親が、やっぱりこれ技術屋でものづくりだったんですが、40年間勤めた会社の経営者の方も来られて、まあ、そういう意味では個人的にも大変懐かしさと同時に、まあ楽しい視察というか、有意義なでかつ楽しい視察ということになりました。しかし中身はですね、なかなか大変な状況にあります。東芝の LED のチップの生産については、まあ、世界でも最高の技術で、まあ、これから大きく伸びられると思いますけれども、やはり海外との競争は激しいものがあります。またこの戸田工業も世界のに、まさに、注目されるリチウム電池の素材ですが、オバマ大統領の方からもですね、いろいろ補助金が出て、アメリカにも立地をし、そして、私どものそうした補助金にも応じていただいて、日本にも立地するということで、まあ、ある意味ではそういったその立地をめぐってですね、非常に日本の円高もありまして、手をこまねいているとどんどん有力な企業が外に出ていきかねない状況にあることを改めて強く認識をいたしました。まあ、私は日本の経済を立て直すには1に雇用、2に雇用、3に雇用と、つまりは雇用があればそこに新しい仕事があるということですから、そこで物が生まれてGDP が上がり、経済が成長し、また税収が上がる、さらにはそれを生かして
社会保障も強くなっていくと、そういった意味で昨日ブレア元イギリス首相とも電話会談をいたしましたが、ブレアさんは1に教育、2に教育、3に教育という言葉を言われましたが、私は1に雇用、2に雇用、3に雇用でいきたいと、こういうことを申し上げましたら、ぜひそれで頑張れという話も昨日ちょうどいただいたところであります。その意味で国内立地というものに力を入れる、その補助金などについてもですね、これからも効果のある形でですね、やっていくということは非常に重要だと思います。いろいろお話を聞いてますと、まあ、リスクのある新規の投資のところで、そういう補助金があったことで、思い切って国内で新たな工場を作ったという、そういう大変積極的な評価が多い中で、やはり非常にその手間暇がかかるとかですね、あるいはあちこちの役所に行かなければなかなか物事が決まらないとか、あるいはこの補助金もうまくいったときは返してくれといったようなですね、ややまあ何て言いましょうか、この中途半端なところもあるようでありまして、そういう点ではこの仕組みをこれから継続ないしは拡大する場合にですね、そういった指摘もしっかりと受け止めて、より効果的なものにしていかなければならないと思っています。特に私の方からいろんな機会に経営者の方に申し上げているのは、今企業全体としてはですね、200兆円程度の留保を持っておられるわけです。日本のマクロ的に見ると、一方で日本の企業の設備はかつては平均7年ぐらい設備の現状だったんですが、今や13年、つまり設備の老朽化が一方で進んでいる。かつてなら老朽化が進めばですね、どんどん新規投資をして最新鋭機に変えてこられたわけですが、今経営者の皆さんがどちらかというと、国内に投資をするのか、それとも投資を待ってお金のままで持っているのかということで、投資を抑えてお金のままで持っているという傾向が強いというのがこの数字にも現れております。そこで私からはですね、経営者の皆さんにも思い切って国内で投資をして、そして新しい業種に進出する、あるいは今までの業種だとしてもより効果的なですね、効率の高いものに工場を変えていくと、そういう方向で踏み出してもらいたいと。その踏み出すにあたって必要な支援、あるいはいろいろな制約になっている、いろんな行政上の制約は積極的に取り除いていくと、これが私たち行政がやらなければいけない仕事だということも申し上げました。そういった中で皆さんにもお手元にお配りいたしておりますけれども、日本国内投資促進プログラムというものを策定するように私の方から関係方面に指示をいたしました。つまり今申し上げたことそのものを促進するためにですね、この日本国内投資促進プログラムというものを作り上げて、法律的な面、いろいろな制度的な面、人材の問題などをですね、しっかりとフォローしていくと、その結果、先ほど来申し上げてますように、国内でより多くの企業が投資をし、立地をし、日本の国内の産業発展に踏み出して、より積極的に踏み出していただけるよう、日本国内投資促進プログラムというものを作るように指示をいたしました。まあ、これの実行にあたっては、まあ、当面の景気経済対策の取りまとめといいましょうか、基本方針を31日には基本方針は決定する予定ですが、その中でも取り入れられるものは取り入れ、その後検討することになる補正予算等においてもですね、あるいはさらには来年度予算についても、こういったことを推し進めるための施策を盛り込んでいきたいと、このように考えております。そんなことで今日の視察、昨日の視察合わせてですね、大変有意義な視察であったと、これからもこうした視察を重ねながら、迅速に政策に反映させていきたいと、このように考えております。私は以上です。
地元の北九州市政記者クラブの幹事の共同通信の江藤と申します、はい、質問させていただきます。今日の座談会のですね、はい、内容と企業視察座談会を通じての感想をお聞かせください。今もかなりのところは申し上げましたけれども、やはりいい技術を持っておられる企業が今日お集まりの皆さんいずれもそうでありましたが、やはり国内に投資をするということについて、大変この場合によっては躊躇をされているところがあります。つまりは海外に出た方が例えば需要も海外が多いから出た方がいいのか、あるいは国内で、さらに投資をして人材を育てながらやっていくのがいいのかと、また新しい分野ではリスクがありますので、そういう時に踏み出すことにやや躊躇があります。そういう点では先ほど申し上げました昨年の緊急経済対策の中で、オバマ補助金に対して官補助金なんて言ってくださる人もありますけれども、この低炭素立地に対する補助金がですね、背中を押してくれたと、大変新しい、この投資をするのにあたって役に立ったと多くの皆さんに言っていただきました。そしてその補助金をの何倍もの投資をですね、自らがされるわけでありますので、効果もあったということも言えると思います。それに加えての問題は先ほどと重ねますのであまり重なることは申し上げませんが、そういう中でももっと行政としていろんな手続きの面や、あるいは利益が上がったときにそれを戻さなきゃいけないといったようなところはですね、見直してもらいたいし、単年度ではなくてやはり複数年度、アメリカの場合は少なくとも2年8ヶ月以内と、場合によったらさらに2年間延長の中で、一定の契約に基づいたことをやってくれればいいとかですね、お金の出し方も非常に迅速で、チェックは厳しいけれども迅速だとか、いろいろアメリカとの比較も聞きました。そういったことも大変参考になったところです。続いてですね、円高傾向が輸出企業を圧迫している中で地場の企業に対して伝えたいメッセージがありましたらお聞かせください。全体の日本の経済においてもですね、地域の経済が強くなってこそ日本全体が良くなりますし、特に雇用の面ではいろいろな地域ごとのですね、そうした雇用の拡大がより重要だと思っております。そういう点で今日お集まりをいただいたような皆さんの努力をですね、私たちが応援することで地域の中、地方の方からより元気な日本を再生させていきたい、そのためにも関係の皆さんにもですね、勇気を持って、新たな投資に応じていただきたいと思っています。内閣記者会からお伺いいたします。日銀が臨時会合を開催も視野に追加金融緩和を検討されています。はい。定例会合を待たずに前倒しで緩和を検討されていることについてどのようにお考えになりますでしょうか。昨日も申し上げましたが、日銀総裁が帰国され、た後ですね、できるだけ早い機会に直接お会いをして、いくつかの私たちが期待することも申し上げたいと、このように思っています。期待されている点についてご披露できる部分はありますでしょうか。政府としての経済対策と、やはり日銀が所管されている金融政策というのは常にこのコミュニケーションを良くしてですね、ある意味では車の両輪という位置づけでありますので、私ども政府としても景気対策を打とうということを説明を申し上げる中で、私たちの期待も理解をしていただけるのではないかとこう思っています。代表選に関連してお伺いいたします。今回仮に敗北した場合でも党内に残って小沢氏を支える考えはありますでしょうか。また勝利した場合には小沢氏の陣営に配慮された人事を行うお考えはありますでしょうか。これまで民主党何回も代表選をやっておりますが、終わった後はノーサイドで一致結束してやってきたから
今の民主党、そして政権交代が可能な民主党ができたので、もちろん結果がどうなろうとも私も民主党の一員として全力を挙げたいと。そして、そういう場合にもし私が再選された場合にはやはり、全ての党員議員がですね、適材適所で、力を振るって、もらえるようなそういう体制を作りたいとこう考えています。はい、ありがとうございました。参ります。すいません、情報収集衛星に関して総理、情報収集衛星のレーザー衛星が故障中との報道ございますけれども、現状のご認識と安全保障への懸念ございませんでしょうか。衛星については私もいろんな意味で関心を持って報告を聞いております。レーダーによる衛星は、夜間の情報収集などではこれまでも非常に役立ってきたと思いますので、それの調子が悪いというのは大変残念なことだと思っております。そういった意味ではですね、いろいろ次の計画もありますので、そういったことが情報収集の上でマイナスにならないようにできる限りの対応策は取っていきたいと考えています。